はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は王将くんを取り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、前々回のアップデートになりますかね。王将くんが再販でやってまいりましたので、おそらく初めての再販なんじゃないかなというところで、まあ僕の動画で取り上げるのが去年2022年の12月ぐらいぶりとなりますので、まあ約1年ぶりぐらいかな、10ヶ月ぶりぐらいですので、アバターとしてもちょっと周期遅いかなというところをですね。で、前回が初実装というところになってます。で、今回が初めての再販かなという感じですね。はい、ということで、もう実装済みの副賞であるので、まあ、パッシブとかはパパッと行きましょう。ということで、王将くん、専属武器深淵セットですが、砲術防御貫通900、攻撃力が 18%、砲術会心ダメージ 35% となっています。というところで、まあ、砲術防御貫通がついちゃったのが若干痛いかなというところですね。まあ、いつも言う通り、まあ、これは好みになると思うんですが、防御貫通の方が専属武器につけばいいかなというところですね。んで、砲術防御貫通は、まあ、パッシブ4番目とかで、レベルかける15でもらえたら嬉しいなと。まあ、物理防御貫通もそうですね。まあ、個人的にはそっちの方がいいかなと思ってます。で、攻撃力 18% と、砲術会心ダメージ 35%。まあ、会心ダメージはま、別にいいかなと。まあ、もちろんパッシブ2とか3とかにつけば、70% とかね、65% とかもらえる可能性はあるんですけど、まあ、体力値とかね、まあ、王将くんで言うと、帽子なので、知力値とかがそっちに、専属武器につくよりかは、はるかにいいかなとは思います。そして、パッシブ1が攻撃力と知力値レベル ×340。知力値がね、まあ、レベル ×340 なのは若干痛いですけど、まあでも、それでも360と比べてそこまで大きくは違わないかなというところですね。で、パッシブ2番目、HP と、命中値レベル ×380。まあ、命中値があるってことはね、やっぱ対 NPC とかのミスが少なくなるんで、そっちで生きてくれればな、というところですね。そして、神髄共鳴スキル。知力値 ×2 の筋力ダメージ減少ですね。これ固定値カットになってます。そして、パッシブ3番目が、ちょっと長くて、特殊パッシブですね。自身の残り HP が 50% より低い場合、HP トリガーですね。異常状態をすべて解除して HP が 80% まで回復。6ターンの間、自身が氷極状態になり、攻撃された時 40% の確率でダメージを無視、100% の確率で1ターンの間、相手を凍結状態にさせると。これ凍結が罪悪じゃなくて普通の凍結状態にさせるということです。この効果は1回のみ発動可能となってますね。まあ、ですので、氷極がね、あるっていうところで、しかも 40% とね、氷極の中ではかなり高い確率になるのかな。ですので、この 40% を引き続ければ最強っていうね、王将くんなんですが、まあ、あくまで 40% なんでね、まあ、半分以上の確率でダメージは当たりますよ、というところですね。そして敵を凍結状態にさせるたびに、2ターンの間、自身と残り HP パーセンテージが最も低いかつ、影光状態でない味方が影光生後状態になり、自身 MP、残り MP かける12のダメージを吸収、受けるダメージが 20% から 40% 減少、自身の残り HP パーセンテージが低いほどダメージ減少が多くなるというところになってます。まあこれね、氷極をね、発動させて、で、一旦の間ですね。凍結状態にさせると。これがね、100% の確率にはなってるんですけど、残念ながら状態異常耐性無視を王将くん持ってないので、まあ、ちょっと状態異常耐性持っている副将にはかけ、にくいかなというところなんで、信用性としてはちょっと低いかなと思います。ただ、凍結をね、凍結状態にさせるたびにというところで、味方にね、影光を付与できるっていうのは、まあ、面白い仕組みかなとは思いますが、まあ、今の環境を見てね、まあ、これが、他の副将にもついていかないというところはちょっと実装したけど微妙だったのかなという感じはしますね。そしてパッシブ4番目、体力値レベル ×300、MP 上限レベル ×460 というところです。まあ MP 上限はね、影光がもうすでに出てきているので、まあこれのためっていうところと、まああとは MP ダメージがあれば、まあこっちにも役立っていくかなというところ。あとは体力値がマックス数値でもらえているので、まあ HP は高くなりますね。で、神髄共鳴スキル。知力値 ×3 の攻撃力ダメージが減少しますというところで、こちらも固定値カットになってます。ということで、パッシブはこんな感じですね。次が、アクティブスキルの1番目。残り HP パーセンテージが最も低い敵4名に 800% の砲術ダメージを与え、さらに自身残り MP×40 のダメージが加算されると。MP ダメージありましたね。ですので、MP 上限が生きてきます。
で、あとは HP サーチの最も低い敵を狙う4名範囲攻撃で 800% ですね。で、毎回攻撃後 50% から 100% の確率で一旦の間敵を凍結罪悪状態にさせ、回避値を 30% 減少。こちらは罪悪です。敵の残り HP パーセンテージが低いほど確率が高くなるということで、敵の HP によってこのね、付与できるパーセンテージ変わりますが、まあ、いかんせんね、状態状態性無視がないので、まあ、100% であっても、結局は状態状態性持ってる副将にはかけづらいというところです。で、敵が凍結状態でない場合、その敵を1回追加攻撃する、同じ敵に対する追加攻撃は1回のみということで、まあ、追加攻撃がね、逆に取りやすいのかなという部分です。追加攻撃前 100% の確率で2ターンの間敵を虚弱罪悪状態にさせ、攻撃力、筋力ダメージ、知力ダメージ、敏捷ダメージを 50% 減少。まあ、追加攻撃には虚弱が罪悪でついていますよというところになりますが、まあ、こちらもね、状態状態性無視がないのでちょっと苦しいかなというところ。まあ、こんだけ罪悪あればね、花嫁衣装着た時にもしかしたら状態状態性無視がつくかもねというところはありますね。で、すべての攻撃後4ターンの間味方6名を霊感生後状態にさせるということで、神髄共鳴スキルのこちらは仲間のバフになります。知力値かける 1.5 の筋力ダメージ減少になってますので、まあ筋力ダメージには強くなるという形ですね。そしてアクティブスキルの2番目、敵4名に 600% から 1200% の砲術ダメージを与え、さらに自身知力値かける10のダメージが加算されると、こっちは無条件で知力値防御無視がついています。スキル1には MP ダメージしかついてなかったので、まあ、基本的には防御無視はないという形ですね。で、自身の残り HP パーセンテージが低いほどダメージが高くなりますよと、これが 600% から 1200% の間がどうなるかっていう条件ですね。そして毎回攻撃前、自身の知力値が敵より高い場合、ダメージが倍になりますと、知力値勝負のダメージ倍があります。まあ、これは比較的取りやすいかなという感じですね。パッシブもレベルかける340ついてましたので、まあ、ここは対防止だったとしても育成勝負に持ち込めるかなと。で、武将と弓であれば、まあ、勝ちやすいよねという感じです。で、敵が虚弱状態の場合、必ず会心攻撃が発生。これはちょっと厳しいね。状態状態性無視がないんで、会心の条件が取れないと。で、敵が凍結状態の場合、凍結状態のターン数プラス1。これもまあ取りづらいかな。やっぱり状態状態性無視がないからというところです。そして毎回攻撃後、残り HP パーセンテージが最も低い敵にそのダメージ 50% のスプラッシュダメージを与える。これはまあいいかなと思います。スプラッシュダメージね、大きいと思います。そして全ての攻撃後、自身が総ダメージ 35% の HP を回復。回復あります。4ターンの間、味方6名を霊王生後状態にさせると。今度は霊王ですね。スキル1は霊感生後でした。霊王生後は知力値かける 2.5 の筋力ダメージですので、まあ筋力ダメージ、まあ武将に強くなるという構成ですね。はい、ということで、まあスキル1が、まあ結構、スキル1、2かな、ともに結構シンプルで、どっちも範囲攻撃なんですよね。で、スキル1はちょっとデバフをかけていこうかなという形の構成ですが、まあちょっとね、若干、やっぱ状態状態性無視がないと、機能しづらいかなという部分ですね。なので、まあ追加攻撃が逆に取りやすくなってしまう。なので、範囲攻撃の2回攻撃みたいな形になりやすいかな、現状の環境ではね。そして、スキル2も範囲攻撃で、ダメージ倍がまあ取りやすいかなというところですね。まあ、あとはスプラッシュダメージが入っていくので、まあそこが狙い目かなというところです。で、トリガーになっている虚弱、凍結に関しては状態状態性無視がないので取りづらくなってますというところで、やっぱ状態状態性無視がないと苦しいかなというのが、まあ、王将君ですね、現状ね。まあ、それ以外も、まあ結構辛いところたくさんあるんですけど、一番辛いのがやっぱデバフが決まりにくいというところになりますので、やっぱり花嫁衣装が来た時には状態状態性無視が入っている可能性が非常に高いんじゃないかなと思います。ということで、いつもの評価の前に、まずはアバター、花嫁衣装の取得の注意点。まあ、今回に関してはアバターになります。まず、1番目。一つ前のレアリティ。今回で言うとアバターなので、まあ、王将くんの UR 戦アバターを持ってるかどうかっていうところがキーになりますね。で、MR 本体に関しては、これ花嫁衣装の話なので、これは無視していただいて大丈夫です。で、持ってて、覚醒育成が残ってる方、まあ、一つ前のリアリティを持ってて、覚醒育成が残ってる方っていうのは、まあ、無条件で取りに行っても、まあ、いいかなというところです。ただ、性能面見ると、まあ、別に取りに行かなくても、まあ、花嫁衣装実装されてからでも、まあ、いいかなっていう部分はありますね。で、2番目。一つ前のリアリティですね。まあ、今回で言うと、そこになります。を持ってるかどうか。
ですね。で、なおかつ未強化の場合っていうのは考えてもいいかなと思います。まあ考えるぐらいですね。で、まあ一番目のところでも言った通り、まあ今回で言うとちょっと性能面に難ありというところで、まあスルーしてもいいかなという感じです。で、3番目、一つ前のレアリティを持ってない方に関しては、まあ UR 線を持ってない方ですよね。持ってない方はやめておいた方がいいかな。うん、王将くん UR からいると思うので、UR 持ってるけど、狙おうってのはちょっとやめておいた方がいいかなと思います。うん、やっぱり、アバターに関しては一個前のレアリティ持ってて覚醒育成が残ってないと、ちょっと取りに行きづらいかなっていう感じですね。今ね、どのアバターもそうですけど、ね、今後また新しく来るアバターもそうですけど、もう本当に一つ前のレアリティ持ってるかどうかっていうところが、まあ一つ重要なところになりますかね。というのを加味しながら見ていきましょう。というところで、まあいつもの早見表にはなるんですけど、まあ、王将くんね。まあ、王将くんはまあ、入ってないんですが、まあ、入れるとするのであればですね。まあ、王将くん。まあ、この位置かな、という感じです。まあ、もっと下にはなるんですけど、まあ、ランガイっていう感じですね。ランク外になります。やっぱ、ちょっと厳しいなというところと、まあ、耐久面ですよね。耐久面もこの HP トリガーで発動するタイプになりますので、まあ、ちょっとそれが今の環境にあんまりそぐわないかなというところですね。まあ、あとは標局があるばっかりに、まあ、それで頑張って耐えてくださいよみたいなスキル構成になってしまってますね。なので、まあ、それがちょっときついかなというところですね。で、復活致命傷回避はないというところです。で、スキル1も、スキル1にともにですよね。やっぱ状態上耐性無視がないばっかりに、ちょっといろんなトリガーが取りづらくなってます。条件が取りづらくなってますので、まあスキルをきれいに決めることができないというところはやっぱマイナス部分になりますので、羽埋め衣装でなんとかこれきれいにまとめてほしいですよね。あとは防御無視も若干少ないので、まあそこも羽埋め衣装で追加してほしいところではあるかなと思います。はい、ということで、今回ですね。今回は、王将くんの MR アバターですね。初めての再販だと思うんですが、初めての再販が来たので、再評価、今の環境に合わせてね、再評価やらせていただきました。チャンネルの登録、ツイッターのフォローなど、ぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつでー